あー、あめソリーねえやめてやめて。よし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 。目指せウィンブルドン。目指せウィンブルドン。行くぞ。さあ。こんなのたまに入ってもしょうがないんだ。なんか急に盛り上がってきたぞ。そう。やめて。まいった。ありがとうございました。バウンドしてからの、バウンドしてからのね、救出がやっぱ、いつもの打ってるボールと違う。本当ですか？だからね、いや、なんとなく自分のレベルの中でも、打ってれば、バウンドした後なんとなくタイミングは、つかめてくるけど、つかめたけど、ボールが、重い。いや、もうそう言っていただけるとね。すごい重い。なんだ、棒のパワーなのか体重なのか分かんない。まあ体重はね、確かに増えてパワー上がりましたけど、重いよ。まあそうです、あんまりスピンもかけないんでね、フラット系で。見て、これちょっと、打った時、これ、これこれ、こういうプロで、プロとするとこうなる。ボロボロになっちゃった。まあテーピングも巻いてるけど、いやでも、こんなんならない。いやもうね、これ体感した方がいい、皆さん、これ。バウンドした後の伸びが全然、いつも通りのタイミングじゃ間に合わない。あ、だからお客さんにも言ったけど、こういうのっていらないんだと思う。そうですね、全然、はい、やってると無理。そうです、間に合わなくなってきますよね、うん、でもうちのジュニアたちなんかでもやっぱり、ね、一緒に打ち合うことが増えて、うん、だん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 やっぱりテイクバックも速くなってきたし、うん、まあ、これに負けないようにっていうね、パワーもつけてきてるんで、うん、まあ、今後ね、本当に埼玉県のね、ジュニアたちが楽しみですよね、うん、本当そうですね、はい、本当に。いやでもこれだけね、結構埼玉でスーパースター出てるし、はい、ね、もちろん綿貫プロ筆頭にこう、ね、埼玉でこういうプレイヤーが出てるんだっていう、はい、多分ジュニアが自信つくだろうし、やっぱり教わった方がいい、綿貫プロ、本当に、まあ、いろんな、ね、アカデミーもあると思うんだけども、うん、はい、やっぱりこのプロ目線を知ってる人に教わって、はい、上手い人にやってもらうと、うん、自分もジュニア時代そうだったけど、はい、真似したいと思うよね。そうですね、うん、そうすると真似するとなんとなくなりきれるから、はいはいはい、上手くなった気がする、はい、そうするとこういうコーチがついてるから気持ちが強くなる、試合に勝てるってなったらいいサイクルだと思うんで、ぜひあの世界を目指すジュニアがいたら綿貫プロのとこ行ってください。お待ちしております、はい、下準備は私それ以上のところは綿貫プロという流れで行ってもらいたいと。こんなもつえついてるけどたまにやらないといけませんね。はい、そうですね、はい、僕らも練習して、ね、あのコーチの方々といろいろ情報交換して、そうですね、はい、子供たちのためにやっぱり講師たちが進化できるようにしたいと思うので、うん、本当です、ね、ご指導よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いい環境を作るようにお互い頑張りましょう。よろしくお願いします。独立仲間として、はい、頑張りましょう。お願いします、はい、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、勉強になりました。ありがとうございました、はい、それでは皆さんチャンネル登録よろしくね。よろしく。またね。